いか、これだけは忘れないでほしい。店は舞台だ。そして君たちは女優だ。はい。もしもし、六本木で飲んでんだよ、六本木で。仕事だよ、仕事。アキラは申し訳ございません、今しばらくお待ち。ヤンコです、よろしくお願いします。お待たせいたしました。当店のナンバーワンでございます。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、はい、ナンバーワンのアキラでございます。これが噂のパラダイスのナンバーワンか。はい、まだ若干二十歳のアキラでございます。アキラです、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。当店のナンバーワンでございます。ナンバーワン、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 はい、ナンバーワンのさつきでございます。いやー、これは噂のパラダイスのナンバーワンか。はい、まだ若干23歳のさつきでございます。さつきです、よろしくお願いします。まゆちゃん、2番テーブルご指名で。あ、はい。杉山部長だ、超ラッキー。盛り上げてよ、パッとね。アミエさん、お願いします。はい。さやかさん、お願いします。はいはい。あずささん、エミリーさん、カオルさん、お願いします。はい。ちょっと、ちょっとボーイ。どうして私だけ無視していくのかしら。アキラさん、いたの。仕方ないよ、先月から指名入ってないんだからさ。やっぱりこれ今なんて言った。え、なんでもそっか、相沢さんたら今日仕事で遅くなるって言ってたんだっけ。もう私たら、いやもう最近忘れっぽくて。あら、ハンカチ落ちてる。アキナさん、また指名なくてイラついてる。最近しょっちゅうよね。アキナさん、プライドだけは高いからね。え、早く行きなさい。はい、どうぞ。はい、こちらです。はい、ライター忘れちゃった。暗いわ、この辺。いつもこんななの。あら、アキナさんいらしたんですか。ごめんなさい、見えなかった、暗くて。さつきちゃん。はい。どっち向いてもさつき、さつき。やっぱさつきちゃんにはかなわないわ。ほんと、若いって怖いわ。それでは、先月の指名書、同伴書を発表しよう。指名書、同伴書はともに
さつき。ありがとうございます。これで半年連続各賞制覇だな。23歳の若さでこれだけナンバーワンをキープするのは大したもんだ。今月も期待してるぞ。はい、頑張ります。みんなもこのさつきを見習って接客営業に精を出すように。秋菜さん、これ。何これ？バースデープレゼントです。今日お忘れだったんですか？自分の誕生日。30歳。30？ 嘘。秋菜さんってそんなに。よく覚えてたわね。うちの誕生日を聞いたら絶対に忘れないこと。アキナさんが教えてくださったんでしょ。ありがとう。エルメスの新柄です。今日のお洋服にもぴったりですよ。胸元寂しいみたいだし。じゃあアキナさん誕生日おめでとうございます。10歳おめでとうございます。行くよ。ちょっとアキナ。アキナが30になったとはね。こっちも老けるわけだと。誕生日おめでとう。それはわざわざどうも。まあそれでというわけじゃないんだけど、そろそろヘルプについてくれないかな。なんですって？だってさ、こう指名が少ないとね、こっちも困っちゃうんだよね。私にサポート役に回れとおっしゃるわけ？そんな怖い顔しなくてもさ。今さらそんなひよこのバイトみたいなことできると思ってんの？私はね、このパラダイスの全盛期を支えたナンバーワンのアキナよ。だからお前の全盛期はもう終わったんだよ。これが現実なんだ。だったらクビンでも何でもすれば。松島オーナーの秘蔵子のアキナをクビになんかしたらこっちのクビが飛んじまうよ。まあ自分から辞めたいと言うなら話は別だけどね。だからさ、まあ考えといて。